みなさんこんにちは。日本語リンゴのカンタです。カイです。今日はなりを使った3つの文法を紹介します。この3つはそれぞれ全く違う意味を持っています。ではそれぞれ1つずつ見ていきましょう。じゃあ1つ目を見てみましょう。1つ目は何々してすぐにという意味です。英語で言うと as soon as になります。こんな感じで使われます。チャイムが鳴るなり生徒は教室から走り出した。これはチャイムが鳴ってすぐに生徒たちは教室を飛び出して行ったという意味です、うん、これは書き言葉なのであまり日常会話では使われませんが、小説なのでよく見かけると思います。他にも雨が止むなり子供たちは外へ飛び出した。これも雨が止んですぐに子供たちは外に飛び出したという意味です。形は辞書形足すなり、辞書形足すなりです。2つ目は僕なり私なりあなたなりのように人なりという形で表されると、その人のやり方でという意味になります。この文章のテーマは何でしょう。皆さん、自分なりに考えてみてください。他の人の希望とは違うかもしれないけど、自分がベストだと思う方法でというニュアンスがあります。先生、レポートできました。見てみます。全然ダメだ。そんな、僕なりに頑張ったんですよ。3つ目は並列のなりです。まずは例文を見てみましょう。それではこれから10分間休憩を取るので、皆さん、トイレに行くなりお水を飲むなり好きにしてください。自由に何をしてもいいけど、その例を1つ2つ挙げるというふうに使われます。この場合はトイレに行くこととお水を飲むことを代表的な例として挙げています。他にもパソコンなり携帯なりで調べてみてください。これも何で調べてもいいけど、パソコンとか携帯を例に挙げているということです。そうですね。この時の形も動詞の辞書形か名詞プラスなりです。それでは今日のまとめをしましょう。なりの文法を3つ紹介しました。1つ目は何々してすぐに、2つ目はその人のやり方で、3つ目は何々なり何々なりという並列のなりです。今日の動画は以上です。皆さんもこの動画が終わるなり、例文を書き出すなり音読するなり、自分なりに復習してみてください。高評価、チャンネル登録、そして様々なコメントお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。